どうもワンガーデンの稲毛です。スルリの関です。今日はですね、昭和のナポリタン。昭和のナポリタン、はい、ナポリタンといえば昭和の味、それをですね、ちょっとしたアレンジでプロの味を、喫茶店の味を超えるナポリタンを作っていきたいと。喫茶店超えちゃいますか、はい、もちろんです。では作っていきたいと思います。お願いします。はい、ではナポリタンの材料こちらです。ではまず野菜を切っていきたいと思います。で、ピーマンです。ピーマンは昭和なんで輪切りにしていきたいと思います。ではウインナーを斜め切りです。今回はね、ベーコンとかじゃなくてウインナーを使ってます。はい、ではパスタを入れていきたいと思います。お湯が沸いてきてから、塩ではなくて今回はチキンコンソメを入れていきます。チキンコンソメの塩分をパスタに入れて、チキンのこの風味もですね、パスタに加わっていくという一石二鳥の茹で方ですね。はい、パスタはこうひねってですね、で今回は 1.8 ミリのパスタを使ってます。ナポリタンはちょっと太めの方がですね、美味しいです。今回は表示の時間通り、これ9分なので9分このまま茹でていきます。まずはですね、オリーブオイルをフライパンに入れて、ニンニクと和唐辛子の香りをつけていきたいと思います。はい、ではだいぶ香りがついてきましたので中火にします。で中火にして玉ねぎを入れていきます。ある程度火が通ったらウインナーとピーマンを入れていきます。はい、玉ねぎがだいぶしんなりしてきました。とピーマンを入れていきます。ピーマン、あとはピーマンがちょっとしんなりしてくるまでまた炒めていきます。でピーマンに火が通ったところでケチャップと入れます。でこちらが中濃ソースですね。コショウ風味付けなんでね、でこの後パスタを入れていきます。はい、ではですね、パスタもちょうど茹で上がりました。湯切りをしなくてもですね、茹で汁もどうせ入れちゃうので、このままもうポン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 入れちゃいます。はい、入れたらですね、また中火で、あとはこのソースに絡めれば、もう茹で汁にチキンコンソメ入ってます。このチキンコンソメ入れることで喫茶店の味を超えたりですね、プロっぽく味が変わるので、はい、パスタ混ざりました。はい、では盛り付けていきたいと思います。はい、パスタは最初にひねってですね、ぐるっと回して落とす。真ん中ちょっと開けます。なぜなら卵を落とします。はい、昭和のナポリタン、喫茶店を超える味、卵かけナポリタン完成です。はい、はい、では実食です。じゃあいただきます。お先にいただきます。いただきますよ。うん、うん、美味しいです。はい、ぜひぜひチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。はい、お願いします。美味しかった。はい、簡単だから作ってみて。